昭和27年海洋進出を行い、日本固有の領土竹島を船と乗って侵略し、未だに日韓も社会もされていないのが現状です。そして我々同胞が日本人同胞として絶対に忘れてならないのは、大きな中で存在したいわゆる南朝鮮の反対側でございます。いわゆる北朝鮮です。この北朝鮮の地を主義だろうが、共産主義だろうが、社会主義だろうが、自分たちの主権を脅かす、このようなことに対しては、完全に対する手段として解決してきたのは、話し合いで解決できない政治の延長がありますから、戦争は当然であります。自分の国の我々の発展化、自由、学生の姿、社会主義で、自然的に、そういう戦いで、我々は、Yeah.